どうもペタです。三国無双をやっていきたいと思います。はい、本日は困難の関東の戦いやっていきたいと思います。まあとりあえずやっていきましょう。関東挙兵やっていきます。とりあえずまあ自然でいいですね。戦っていきます。まあこの辺は飛ばして、まあそろそろね頭打ちきそうなんでね。で自分でね困難は、まあこういう風にクリアはできるんですけども、修羅、やってみたんですよ。やってみたんですけど、正直、星3取れなくて動画に出れない、できないっていうか、全然で、取れないんですよ。1個もまだ星3取れてないんで、ちょっとね、クリアできるようになったら、修羅の方もやっていきたいと思います。まあそれはお楽しみにしておいてください。まあとりあえずね、ここら辺を全部クリアしていきたいね。普通と困難は多分困難の最後の方結構しんどいかもしれませんが、多分クリアできるはずなんで、はい、やっていきたいと思います。とりあえず大音になってる。なんか変なの打つなと思ったら、オートプラスはね自分でも動かせるからちょっとなかなか気づきにくいんですよね。はい、書こうとやってまいりました。さあ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 、覚醒倒そう。これがね自然な癖強すぎるからな。はい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 、はい、終わりでーす。はい、関東の戦い1話目終了です。いい感じだ。関東規制、まあもちろんこれを発散ですね。1分ぴったり。はい、続きやっていきましょう。孤立無縁。とりあえず今回も修繕でいいですね。で幻影ねやりたいんですけどね、どうしましょうか。生放送がいいっすかね、幻影やるとしたら。迷い中なんですよね。それは生放送がいいならば生放送で人集めて、あれ何人参加かちょっと分かってないんで、まあ何人でも参加できるならそれみんなでやるのも楽しいのかなと思ったりもしております。まあ、あの入場に必要な札がねなかなか手に入らないんで、連れてってもらえる人がいると助かります。とりあえずロシクで拠点兵長倒し、最後は自然倒します。はい、やっぱりねあの弱点とかはしっかりとついていきたいですね。なので3種類の人を入れておくと楽です。はいはい、自分の場合はねリシマルテ、星6星5でね、しかも3種類別のものが出てくれたのですごい助かってます。すごいやりやすい。もうこれがあるだけでかなりねスムーズに、ゲームが進みますので、武道道場の方もね結構楽に、あれがやっぱ3種類入れないとね弱点つかれた瞬間勝てなくなっちゃうっていう間に、とりあえず2話目終了です。まあ問題ないですね、この辺はまだいける。はい、白馬進行。まあこれはロスクでいきましょうか。はい、戦っていきまーす。顔料、超運登場。超運ね日本ではすごい人気キャラですからね。あ、五竜、あ、雑魚倒すのか。あ、天兵長。ほら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 、
終了ですね。で、さっき言っちゃってなぜか取り残されるっていう、ちょっと敵だからとりあえず自然でザコキャラ倒してもらおう。外ろ外ろ外ろ、はい、達成。あとはローシュークかな。はい、ローシューク使います。はい、総剣。幻影とか以外でもね、協力プレイとかもっと増やしてくれると楽しいんだけどな。で、皆さん多分協力プレイする方は Twitter など SNS、まあ、利用してもやった方が多分楽しめたりみんなと交流できるので、ぜひそちらの方も登録して、でついでに自分の Twitter のアカウントも登録してくれるとありがたいです。まあ、自分の Twitter のアカウントは一応概要欄には書いておりますので、そちらでお願いいたします。まあ、ツイッター以外はやってないんで、はい。石は広げた。はい。まあこの辺も問題ないですね。はい、白馬進行終了。で次行きまーす。白馬包囲。今回もロシクできまーす。さあ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 、普通に戦っていこう。はい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 、これ何でしょうか。とりあえず、はい、終了でーす。で、持続やってまいりました。はい、無双乱舞。これでいいだろう。この一撃で、ほら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 、もう一度武装。あ、ちょっと遠かったか。あ、ガード回復されてる。ほら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 、はい、義足終了でーす。勝利ありがとうございます。石は広げた。はい、このまま行きまーす。成功と奇襲。で、ここはどれで行こうかな。修繕で行こうか。あ、孫作ちょっと出番ないから孫作で。はい、行きましょう。で、四角たちを操るな。はーい、あれどこ行った。ソジュの四角たち、劉備を援護しろ。あー、ダメだこれ。自然で行こう。自然で一番楽だよ。で、とりあえず無双ゲージ貯めて攻撃速度を上げた。はい、ここから攻撃速度アップ。で、四角を倒していく。外ろ外ろ外ろ。で、四角これで2体倒した。はい、掃除やってまいりました。ここは普通に孫作で倒していきます。
あれどこ行った？次か。気絶。はい、気絶。ソーランブ。いけ。あーガード回復された。おい。いけ。ほらよ。ガードがないからもういける。はい、終わりでーす。ソジさん終了。思いっきり楽しもうぜ。4の5成功中、終了です。1088が結構経験値もらえるね。で、エンツ支援。とりあえずここは自然ですね。はい、行きましょう。さあ、パパッと囲まれてる。そんな囲まれてないかな。包囲された兵士。包囲取ったから逃げるな。逃げるんじゃない。戦線離脱していった。さあ戦車倒していこうか。まあ超遠距離からやったら全然食らわないから問題ないんだよね。あ、近づいてきちゃった。はい、やめてー。オートだからね。オートで狙ってくれてるから、エイムがオートだからね、なかなかね戦車に当たんないですね。戦車とか倒すときは弓矢隊はやめた方がいいかも。あ、覚醒まで溜まった。早いな。あれ破壊しちゃうな。はい、すべての敵を破壊せよ。ん、あ、ここにいた。また包囲されてる。はい、終わり。逃げられたけど。さあ、カコートン戦っていきましょう。セリア。カコートンの時大体は覚醒で殺せる気がする。はい、終わり。綺麗に決まりましたね。勝利でーす。4の6、エンスチーム。まあ、無事クリーンですね。で、続きまして、敵陣壊滅。で、これは孫作でいきましょう。弱点追加。そろそろ、適性が上がってきたね。最後の寝けんのかな、これ。今回はいけるだろうけども、長範とかいけんのかな、不安になってきた。敵を、あー、ここだけはちょっと変えます。やっぱりこれが一番楽だ。相手殲滅できるから。はい。でここら辺で一応無双ゲージは貯めていきましょう。敵が来るたびにもう殲滅してるから。はい、 OK でーす。
やっぱり自然強いわ。あ、来た。さあ、孫作出番だ。みんな出番だ。ほら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 、マヒレ、オッケー、鉄。あと一人か。ソーラン部、オッケーでーす。さっせい。じゃあ残りはさっといって倒していきましょう。まだ遊撃がいる。遊撃倒していくか。これ遊撃倒した方がいいんですかね。一応倒すようにしてる。報酬的に変わるのなら倒した方がいいですよね。どうなんですか。まあ、出たばっかりだから多分皆さん分かってないと思いますが、分かった方おられましたらコメント欄よろしくお願いいたします。はい、終了でーす。勝利ということで、はい、4-7敵陣壊滅。で、次4-8ですね。義兄弟再会ということで攻めていきましょう。で、今回孫作ダメだね。じゃあ修繕でいきます。まあ途中でロシクに変えるかもしれませんがね。はい、行きましょう。カームと合流。さあ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 、ここはロシックかな。さあ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 、ほら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 、はいよ。あー、遠すぎた。ロシクは一発必殺技だからな、当たりにくいですね。ここに追い込めば当たるはず。はい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 、またガードが回復してる。はい、終了。さあ、シューズにしとこう。で、攻撃速度上がったんで、とりあえず。はい、カウン。で、拠点兵長を倒すと。戦場の最深部に到着と。ロシクにしようかな、迷うな。ロシクにするか。はい、ほら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 、この一撃でいい。はい、拠点兵長終了。そろそろ上げで、閣下やってまいりました。じゃあ最後は自然決めてもらおう。
あれ終わんなかった。マジか。はいよ。終了。はい、勝利ですね。まあこの辺も問題はなかったけど、敵が硬かったね。だいぶ硬かった。すいません、ちょっと手に足でつけちゃいますと。ねえ、とりあえずこれはこれで OK。 じゃあ次だな。次乱戦突破していきましょう。さあロシクかな。はい、やっていきまーす。はい、ロシク、とりあえず敵の追撃兵を倒していくと。この辺ならもう絶対弓当たりの方が早いです。はい、50人終了。で、倒していきまーす。これでいいだろう。あ、将軍がやってきた。はい、セーフ。あー、あと3人。あと3人。あと3人。あれ一人多い。まあ一回倒すか。あ、いなくなった。はい、総将やってまいりました。さあ倒してやるよ。武装ラング。無双乱舞、これでいいだろ。この一撃で、この一撃で、はい、終了です。はい、無事倒せましたね。では残すとこ、関東の戦いもあと一つ。乱戦突破。では関東終戦していきましょう。やっぱ修繕がやりたいな。修繕で決めていきます。で、そろそろね、適正がね、厳しくなってきたな。まあ、なんとかするけどさ。はい。全軍前進。延期。速度アップして、これで倒す。勝っちゃうか、確定。熱すぎる。はい、延期終了。勝利参戦ってさっき言った気がするけどな。はい、カウン。じゃあ孫策でいきまーす。ほら、武装乱舞。
ほら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 、ドーン、気絶。じゃあこの隙に無双乱舞でいこう。はいはい、達成で、そろそろ体力やばい。今作だけね、星5だからね、金とはいえ星5だからそんなに強くはない。はい、達成。で、あとはアニジャの護衛ということで、劉備の護衛いきましょうか。さあ、勝負炎章。とりあえず拠点兵長、あー弱点つけてないな。まあいかん。覚醒ゲージ溜まった。外ろ外ろ。ダメだ、弱点をつかないと全然当たりじゃない。いや、弱点つくっか。はい、よろしく。よろしくね、最後。はい、達成。はい、演習をやってまいりましたと。ということで。いいよ、もう覚醒で決めちゃうから。決まるかな。あれ炎章が、あれじゃなんか飛んでるし。あれやばいやばいやばい、こんなにやばくなった。てか相手普通に強いし、この辺強くなってきましたね。相手やっぱこれぐらいが三国無双です。はい、どんどん無双ゲージ溜まっていきます。劉備もだいぶダメージ食らってるな。早めに終わらせんと。ほら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 、無双乱舞、これでいいだろう、これでいいだろう。あと1パー、はい、終了です。なんとか勝てました。相手結構強えわ。はい、道は開けた。まあなんとかね、関東周戦勝てました。え、あー3分以内できなかった。そういうことか、3分はちょっときつかったな。さすがにちょっと時間かかってしまった。いや3分ってこれ結構厳しくない？また今度挑んでみます。うん、まあなんとかクリアできました。兄じゃん、無事で何より。そなたこそあの七をよくぞ。助手にて曹操殿にひとたび命を預け、その恩義に報いるため少々の働きをしてまいり申した。我ら兄弟の志以外のために武を振るうなど面目次第もござらぬが。何を言うか、雲長。共に生き共に死すという我らの誓い、よくぞ守ってくれた。お主は、うん、兄者のもとに来てくれたか。さて、どうする。俺たちも炎章に言われた分は終わったしな。炎章殿は己の牽制ばかりを求めている。このまま共に戦っても我らの目指す世は作れまい。すまない、長軍。
来てくれて早々ルロの真空を共にさせることになる。お気になさらず。この超支流の槍、リュウビ殿の大使を支えるために。はい、ってことで超運イケメンで終わりましたね。まあ問題なく終わりました。次の、まあ困難が鬼門困行ということで、推奨戦力が6万4000ということでかなりしんどくはなっておりますが、また次の、また今度、挑んでいきたいと思います。はい、本日はここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。